オ勝者アズミ。試合遅れましたけど無事実質開幕戦初戦2点ゲットしました。イエーイ。いいんじゃない、あの優勝経験者の FWC から取っちゃったよね。あのザ・タックヤの2人から取っていいスタートなんじゃない。はいね、このまま私たち02ラインが勝利して、これは勝ったらあっちの人と試合なのかな。何だろう、これはどういうシステム。これブルーでしたっけ。ブルー、じゃあレッドの人と試合、はい、でしかも最後の決勝戦が長岡ですよね。長岡青森、私の大好きな会場ですよ。あのハイスピードを取ったね、大好きな会場、そこで私と山下君優と新しい伝説を作りたいと思います。ありがとうございました。今週スターダムに忍び寄る恐怖、ハロウィン直前のスターダムビッグマッチは初となる恐怖のイベント。 10.29 東京立川ステージガーデン、ハロウィンダークナイト2023、スターダム恐怖の館。ぜひ心の準備をしてお越しください。トリックオアトリート。今話題の女子プロレス、スターダムの大阪ビッグマッチ、スターダムゴールドラッシュ2023、11月18日エディオンアリーナ大阪にて開催。明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。次世代のスターを発掘するシンデレラオーディション2023オータムの開催が決定。スターダムのリングで輝きたい新人を大募集いたします。応募資格、応募方法などをご確認の上、ふるってご応募ください。詳細はスターダム公式ホームページをチェック。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で
会いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。